はい、皆さんこんにちは。今回の動画は、前回の動画の続きになります。前回の動画では10年以上放置したプロポですね。メガテックジュニアをちょっと復活させようと思ったんですが、バッテリーが粉吹いてなんか変な風になっちゃってたので、新しく単三電池を買ってきて装着しました。もちろん洗いましたね。そうしましたら、ありがたいことにですね、ちゃんと電源が入るようになりました。いや、良かったです。ただ電池を反応してるだけで動くかどうかはまだ分かりません。ここまでが前回までなので、ここからはですね、これまた10年以上放置された日課度バッテリー。この日課度バッテリーが、多分元々の本来の性能には戻らないのは分かってるんですけど、充電してある程度電力が戻るのかどうかを試していきたいと思います。銀色のやつ2つと青いやつ1つですね。まずこのメタリックブルーのやつなんですが、RC2400SP。そしてこっちが RC1400SP ですね。そしてこちらがやたら年季の入って変色した充電器。急速充電器もあるんですけど、今回はなんかちょっと怖いので、急速充電器は使わないで、ちょっとね、ゆっくり普通の充電器を使って充電していきたいと思います。まずコンセントをつないでみたんですが、特に問題なく充電が始まりました。確かこのタイプの充電器って充電が終わっても充電止まらないんですよね。そしてこの 2400SP の方も一応8時間充電して完了しました。果たしてちゃんと充電はされているのでしょうか。プロポとマシーンとバッテリー3つが揃いました。それでは電源を入れていきたいと思います。ここで余談なんですけど、この B195 はもともとタバコメーカーのマイルドセブンのステッカーが貼ってある車なんですけど、このラジコンのキットではモトスポーツって書いてあるんですよね。このデカールが実際にあるのか、ちょっとウィキペディアなどで調べたら、なんかカナダ GP のフリー走行あたりはこれだったっぽいんですよね。実際にモトスポーツって貼られてる車体の写真は掲載されていました。では本題に戻ります。カウルを外してバッテリーをつなげたいと思います。アンテナが取れてしまいましたね。なんかもうアンテナもそうなんですけど、配線もかなり劣化して弱ってる感じで、なんかちぎれちゃいそうで怖いんですよね。やたら柔らかいんですよ。それではまずはこの 2400SP、 こちらを入れていきたいと思いますが、なんかきつくて入らないんですよね。ちょっと無理やり目に押し込んだら、なんか青いビニールが剥がれちゃいましたね。とりあえずバッテリーが乗りましたので、蓋をしたいと思います。今回走るわけじゃないので、別にバッテリー固定する必要はなかったんですけど、ちょっと形作ってみようかなということで固定してみました。こんな感じですね。バッテリーのコネクターをつなげるとこんな感じです。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。テンション上がってきました。そしてプロポの電源をオンにします。そして次は車体側の電源をオンにします。そしたらですね、いきなり車輪が回り始めたので、ビビって電源をオフにしちゃいました。この時私ね、昔の記憶が蘇ったんですが、ステアリングとスロットルってトリムレバーっていうのかな、これで調整しないとダメなんですよね。なので電源をオンにしてトリムを調整します。なんとかモーター回りましたね。しかもノーマルモーターなのに意外と速いですね。このマブチの540モーター、なんか外見が結構錆びてるので、ブラシなんかも多分ね、錆出てるんじゃないかなと思ったんですけど、意外とちゃんと回ってますね。はい、というわけで、埃まみれだった B195、ベネトン B195 ですね。10年以上ぶりに、とりあえず動いてほっとしました。ちょっとこのベネトンね、綺麗にしたら壊したくなくなっちゃったので、なんか走らせるのがもったいなくなっちゃったんですよね。なので、次回は、
練習用の別のマシンを組み立てたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。